はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。今回なんですけど、シーズン6の情報が登場したんでね、紹介していきたいと思います。いやね、今回の追加キャラクターは、オーバーホールです。いや、来ましたね。まあ、シーズン5でミリオが登場したから、やっぱね、オーバーホール来ますよね。なんか結構アニメのなんか登場順みたいな感じで、キャラどんどん出してる感じなのかな。次のシーズン、ジェントルとか、ホークスとかもワンチャンあることかもしれませんね。いや、このオーバーホールなんですけど、いや、性能どうなのかなっていうところ僕めっちゃ気になっているんですよね。多分、ロールサポートだと思うんだよね。で、今回なんですけど、なんとね、もう PV が出てから動画を撮影してます。なのでちょっとね、みんなで先に PV を見ていきましょう。はい。俺の計画に狂いはない。うわ、演出。俺が次の支配者になる。分解する。ちょっと一旦通しで見ましょうか。浪人どもが、俺が崩すのはこの世界すべて無にキス。それはどうかな。俺に触れるなよ。圧倒してけ。オーマイグッネス、なかなかええやん。ギルギル、興味深いですわね。いい気分だ。消え失せろ。遊びは終わりだ。おい、全部バだ。下向いてんな。黙ってついてこい。めっちゃいいな、このスキン。避けられっか。全員まとめてぶっ潰す。誰にも負けねえ。はぜろ。はい、来ましたね。ヒーローアカデミア、ウルトラランブル。はい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 。まあ、これが今回の内容ですね。ちょっとじゃあ最初から確認していこうか。まあ、5から6になりましたよと。はい、新キャラクター、オーバーホール。はい、オーバーホールですね。いや、やばくない？ちょっと。ちょっと個性詳しく見ていきたいんだけど、まだね、個性技セットの詳しい解説が来ていないんだよね。今回ね、シーズン6のアップデ情報というわけで紹介していきましょう。ちょっとね、チラッとだけ見るか、チラッとだけ。まずこれ近接か。近接攻撃はパッと見だけど、最後が多段ヒットっぽいね。で、多分近接は今までと同じだったら、まあ100ぐらい、だいたい105から120の間でダメージ設定されてると思う。で、当てづらさ的にどうなんだろう。100、多分115とか120あたりだと思うんでね。で、これ多分特殊アクションかな。これ回復してんね。いや、これどういうロールなんだろうな。これ味方も回復できるのかどうかめっちゃ気になるな。いや、多分ロールサポートだよね。これなんかシールドアップのモーション、エモートついてるね。そうだね。シールドアップしてるから。いや、移動速度アップか。いや、違うな。絶対シールドだよな。ってことは回復してるから。いや、相当熱くね。で、これアルファ技かな。アルファ技なんか死柄木みたいな感じだね。死柄木っぽいな。で、瓦礫を投げてる。え？で、これが今のベータかな、多分。ふんふんふん。数本の柱が出現するって感じだね。で、これ高速技だね、多分。ガンマの高速技みたいな感じかな。ガンマかどうかが、多分アルファ、ベータ、ガンマって順番だと思うんだけど。だから特殊アクションがヒール。特殊アクション格闘が多段ヒット系の格闘で。特殊アクションがヒール。で、これアルファだね。で、ガンマで拘束できるって感じだね。で、ニューコスチュームですね。ミリオの服、いや、めっちゃいいな、これ。これちょっと欲しいな。で、オーバーホールの T シャツ、はい、シャツ、ネクタイなしシャツ、夏っぽいですね。で、ケンドちゃんのヒートとヴィランライフで、お祭り浴衣ですね。浴衣なのかこれ。これ浴衣なのか。ちょっと男の子っぽい浴衣だけど、浴衣？ジンベイ？ジンベイなのかな。まあ、ちょっと浴衣が来ましたね。いや、可愛いな。夏っぽいの来ましたね。なんか季節物のコスチューム来んのほぼ初めてじゃない？てか、あ、でもマウントレディの、あ、でもあれは私服だもんな。いいね。ってことはハロウィンとかもワンチャンコスチューム出るんじゃね。うん、ワンチャン出るかもしんないね。浴衣です。はい。で、覚醒しがらき、これかっこいいな。これめっちゃ欲しいわ。いいね。ちょっとこう、左足と、ここら辺の腕がちょっと腐り落ちてるのいいね。頭もちょっと腐り落ちてるね。髪真っ白。
なんかでも死柄木のコスチュームはさ、もう一個あったよね、確かね、あの同じような感じのが。でオーバーホール、これ欲しい、マジで欲しい。これあのあれだよね、あのデクのマジンザハンドでボコボコにされたオーバーホールですね、はいこれマジで欲しい、あの味方吸収してデクのマジンザハンドに最終的にボコボコにされたオーバーホールです。いいねー。で爆豪の新スキン、ストレイフパンツァー、いやいいわこれも、かっけー。これはちょっと何を見てるかっていうと、覗き字見にくくなるのかなっていう。前さなんか異世界消息の時あの見にくくなったじゃん。これはでも見にくくなってなさそうだな。いいなかっこいいな、ベータガンマ。ラピッドの方めっちゃ相性良さそうだね。僕のヒーローアカデミアウルトラランブル、ラピッド相性良さそう。そしてね、いやこれが何を意味してるかよ、新個性技セットもとどろきやんもうとどろきやんこれ、かっこいいなこの演出中。演出前回あのダビの時もなんか黒い炎が、青い炎か、青い炎がシャーってなったけど、今回はとどろきの新個性技セットですね、間違いなく。でロードマップですね、こちらロードマップが7月下旬にオーバーホール出て、でニューコスチュームのね、この3つ多分同じになるんだろうな。オーバーホールと何がペアになってくるか分かんないんですけど、まあキャラクターガシャは、まあ、スキンとセットだから、多分オーバーホールのこのスキンとこのオーバーホールのキャラクターがセットだと思うんでね。で爆豪と死柄木とかが多分セットだと思う。これ多分ね別で出ると思うんでね、全部同じガチャに入れてたらだいぶ大盤振る舞いだからね、多分その可能性はあんまりないと思うから、多分別々で出るんだと思います。で8月上旬にはニューコスチュームですね、こちら。これもいいですね、可愛らしいニューコスチューム。でもなんかこれ個人的な願望だけど、浴衣のイメージが全然違った。浴衣のイメージなんか長い下が長い浴衣かなと思ったけど、半ズボンの方の浴衣でしたね。半ズボンで浴衣合ってるのかな、うん、なんかちょっとジンベエの感じだったね。で8月中旬以降にはアンドモア、だから新個性技セットが8月中旬に来るかもしれない。ちなみにシーズン5なんだけど、シーズン5はですね、まあ、新キャラが出てから1ヶ月後ぐらいに新個性技セットが出て、でその後後半シーズンの後半は何もなかったっていう感じだから、まあちょっとあのあれだね、細かいキャラのアップデートとかがあったっていう感じだから、果たしてそこら辺がどうなるかがちょっと気になりますよね。でおそらくなんですけど、この新キャラクターが出る段階でいろんなキャラの調整が来るかなって思います。でシーズンごとのアップデートってどういう調整が来るかっていうと、技のねなんか範囲とかそういうエフェクト関係のアップデートが来ることが多いんで、もしかしたらこうオールフォーワンのなんかアルファのねでかさ、弾のでかさがちっちゃくなったりとか、あと何があるかな、まあ霧島のベータの範囲がでかくなるとかね、まあわかんないけどね、適当よこれ、適当だけど、そういうアップデート、こう技本体に対していじくる、数値上だけじゃなくて技本体のアップデートが来るかなって僕は予想してるんでね、そっちの方もねアップデート動画楽しみにしておいてください。オーバーホールはね新個性技セットが来たらまた紹介するんで、そっちも楽しみにしておいてください。いいね、個性技の情報を詳しく知りたいよ、ね、正直ね、まだあんまり詳しくは知らないからね。はい、というわけで今回ねシーズン6のアップデートロードマップ解説していきました。もしよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。